こんにちは。前回ですね、バイクレーダーの記事を参考にして、僕がね、次に使うタイヤは、アジリストのデューロではなくて、通常の軽い方のね、無印のアジリストチューブレス AD30C を使うっていうね、結論が出ましたけど、まあ、これはね、ポガチャルの、考えをね、パクらせてもらいました。ポガチャルはね、コンチネンタルの、GP5000TT というね、まあ、TT って入るだけあって、そのタイムトライアルで使うようなすごい軽い、コンチネンタルのタイヤをね、前後に使ってます。で、これね、おそらく、軽いタイヤを、ね、入れるんですけど、その分ね、タイヤのボリュームを増やして、で、パンクをね、防ぐっていうコンセプトをね、導入してると思うんですけど、それをね、真似して、今回はね、その、デューロを使わずに、引き続き、このね、無印のアジリストの、30をね、入れようと思います。で、この際にね、この話はしておこうと思うんですけど、まあ、僕ね、趣味が、ツイッターで、人生がね、ツイッターにあると言っても過言ではないんですけど、まあ、結構ね、そのアジリストの発売からね、やっぱりそこそこ時間経ちましたけど、まあ、やはりね、今でも結構パンクするっていう声がね、やっぱ入ってくるんですよ、タイムラインに。で、これね、今回そのいろいろ調べて分かったんですけど、アジリスト、無印のね、軽い方に関しては、重さがね、やっぱとにかく軽いんですね。で、コンチネンタルの、そのポガチャルが使っている、GP5000TT の、28C に関して重さがね、240g。で、今僕が使っているアジリストの無印の、28C は 250g。まあ、つまりね、たったの 10g しか変わらないんですよね。なので、パナレーサーは、コンチネンタルの、GP5000TT からね、たったの、10g しか重くないタイヤをね、普通の、オールラウンドに使えるタイヤとして発売したんですけど、まあ、それはね、パンクの声がやっぱ入ってきますよね。特にそのパーレーサーさんというのは、そのグラベルキングがね、すごく有名で、まあ、結構そのグラベルに、強いブランドっていう風に思われてるんで、まあ、やはりそのアジリストを入れて、軽いグラベルとかオフロードにね、入った人も結構いたと思うんですけど、まあ、やはりね、その軽量なタイムトライアルとかに使われるのはね、重さのタイヤなんで、もちろん、パンクします、損あったら。で、僕もね、はじめ、軽いグラベルに行ったりとか、オフロードに行ったりしましたけど、やっぱりね、パンクしました。で、気づきました。このタイヤは、もう絶対にね、オフロードを走ってはいけないタイヤっていう風に気づきまして、そこからはね、その通常の、オンロードしか走らないって運用した結果ね、全くトラブルなく。で、最後にね、このタイヤを交換したのが、去年のね、11月なんですけども、ほぼね、7ヶ月ぐらい、ノートラブルで、来ました。なので、タイヤっていうのは、基本的に軽ければ、パンクするっていうのをね、頭に入れてほしいと思いますね。軽くて、パンクしないタイヤってないです。で、もし、軽くてパンクしないタイヤがね、存在するんであれば、1本ね、10万円とか20万円払えばね、あるかもしれませんけど、まあ、なんでそのポガチャルがね、使ってるそのコンチネンタルの GP5000TT も 28C 日本に入ってますけど、日本のね、上代がね、1万7000円ですよ。アジリスト多分ね、実売で7000円とかなんですよね。だから7000円の 250g のタイヤが、そんなね、コンチネンタルと一緒、同等以上に、パンクしないとか、性能がいいとは限らないんで、まあ、そこはね、皆さんね、軽いタイヤは、パンクするっていうね、やっぱ大前提をね、頭に入れてもらえると、もう少しね、機材に対するイライラはね、なくなると思います。で、今となってはね、何とでも言えますけど、多分ね、アジリストは最初にね、今でいうそのアジリストデューロを最初に発売して、で、そのアジリストデューロの後に、今のね、無印のアジリスト、軽いフロアジリストを発売して、そのアジリストにね、例えばアジリスト TT とか、アジリストライトとか、アジリストレースとかね、そういったレース用にね、使う軽いタイヤですよっていうのを歌ってね、発売すればもう少しね、マーケットからの、非難の声はね、なかったと思うんですけど、最初にね、超軽量の、タイヤを出してしまって、その後にね、マーケットの声を受けて、デューロを出したっていう流れになっているんで、ちょっとね、順番が逆だったかなっていう気が若干しますね。で、今日はですね、タイヤの交換をする動画になるんですけど、ちょっとポガチャルのね、タイヤサイズを改めてチェックしたんですけど、ポガチャルはね、フロントが 31.3 で、リアが、32.2mm なんですけど、よく考えるとね、フロントは結構ね、減ってないんですよ。
まあ、フロント通りね、リアの方は摩耗が早いんで、どうしてもそういう風になるんですけど、なので、フロントはね、今回交換しません。で、フロントはね、実測で、29.7 ぐらいなんですよね。で、リアが同じく、29.5 とか6ぐらいなんで、だもしね、2ミリ太いタイヤに交換したら、多分ね、30に近くになると思うんで、で、そうなると、今ね、そのポガチャルが使ってるみたいな感じで、まあフロントよりね、リアの方が太いっていうセットアップになるんで、まあ今回はね、リアだけを交換しようと思います。で、さっきね、リアタイヤ、ホイールをね、外して、ちょっとチェックしてましたけど、さすがにね、ちょっとわかりにくいかな。まあやっぱりね、センター部分がね、減って、ちょっとこうね、台形になって、こういうね、フラットな部分がね、できちゃってますね。で、それとね、一箇所ね、めちゃめちゃやばいところがあって、よくこれでね、なんかパンクしなかったなっていうね、すごい大きな、タイヤのカットがトレッドにやったんですけど、ぜひね、それは見てもらいたいですね。アジリストはね、それでもやっぱりパンクしてないですからね。だから決して弱いタイヤではないと思うんですよね。ここですね。ここが、結構ね、強烈にカットしてますね。全然これでもね、空気漏れてないんですよね。で、あとね、まあ、ウェアサインというかね、やっぱすり減って、この穴がね、なくなったら交換っていうそのサインがここにあるんですけど、結構ね、もうこれ溝がなくなってフラットになってるんで、多分ね、去年の11月から使ってるんで、走行距離もね、多分2000前後走ってるんで、まあ、ガチでね、これは交換の時期ですね。それではね、氷のタイヤを交換しようと思うんですけど、今回ね、新兵器が2つありまして、1つはね、マックオフのシーラントレス。アマゾンで、6028円で、購入しましたけど、まあ、お世話になってるね、ダイエテックさんが、ね、取り扱いしているマックオフ。評判がね、すごいいいんでね、毎回気になってました。で、これね、何が気になるかっていうと、まずね、その6ミリの穴を、瞬時に塞ぐっていうのと、あとね、6ヶ月の耐久性。これが熱いです。で、僕今までね、その、スタンズの、シーラントを基本的に使ってきましたけど、スタンズのシーラントね、2種類あります。一つはね、レースシーラント。穴をね、塞ぐ性能は高いんですけど、乾きやすい。で、もう一つはノーマルのシーラント。こちらはね、乾きにくいんですけど、穴を塞ぐ性能が低いっていうね、シーラントで、まあ、使い分けがね、必要なんですけど、なんとね、このシーラントは、6ヶ月間、乾かない上に、6ミリのね、穴を防ぐっていうね、まあ、スタンズのね、その2種類のシーラントの両方のね、いいところを、合わせ持つっていうね、シーラントで、こうやってね、説明書きだけ見ると、夢のようなね、シーラントなんですけど、今日はね、このシーラントを、使ってみようと思います。なんせね、アンモニアを使ってない。まあ、つまりね、臭くない。で、しかもね、ラテックスベースで水で洗い流せる。まあ、ほとんどね、完璧なんですよね。まあ、とりあえずこれをね、今日は、20ml かな。まあ、30ml ぐらい使って、チューブレス化にね、取り組もうと思います。で、それともう一つ、Amazon でね、これも買ったんですけど、ボッシュのね、イージーポンプ。これね、9000円ぐらいかな。まあ、最近ね、マキタとかもね、こういったその、電動のね、ポータブルポンプ作ってますけど、これね、サイズがね、こんだけちっちゃいんですよね。ちょっと開けますか。まだね、未開封なんですけど、結構僕ね、海外とか、あと、国内衛星、北海道にね、行ったりするんですけど、結構その、空気入れをね、持っていくのが、まあ、めんどくさいんですよ。で、CO2 ってね、飛行機持っていけなくて没収されちゃうし、結構その空気入れに関してはね、頭を悩ますことが多かったんですけど、このね、コンパクトさ、でしかもね、マニュアル、プリセツを読むと、最大のね、空気圧が、10.3 気圧まで入るらしくて、性能的にはね、文句なしですね。で最近のね、僕が使っているね、このエンビのホイールなんか、普段のね、空気圧、運用はね、だいたい4気圧とかで、使ってるんで、10気圧ね、入るんだから文句ないんですよね。おー、なるほど。なるほど。確かに、小さいですけど、思ったより小さくもないですね。こうやって見るとね、すごい小さいポンプですけど、意外にね、この前後の長さが、
あるんですね。あ、でもこれならね、飛行機輪行、海外とかね、北海道とか持っていく気になれますよね。これはいいですね。で、まあ多分ね、これではチューブレスのビードがね、上がらないとは思うんですけど、まあせっかくなんでね、充電して、これでね、ビード上げをね、試してみようと思います。それではね、作業開始します。はい、それではね、タイヤの交換しようと思うんですけど、まずね、ビードを落とす必要があるんですけど、このね、アジリストの28と、SES4.5 の組み合わせが、めっちゃ硬いんですよ。もうね、タイヤレバーが乗れるぐらい、力入れないと、ビードがね、入らないんですけど、当然ね、落とすのも大変と思うんですよ。まあ、ではね、ビードをね、落とそうと思います。大丈夫かな？まあね、出先でね、パンクしたら、もうやばいですね。まあでも半年間ね、全然こう、パンクなし、トラブルなしでね、来ましたけど。まあ多分ね、シーラントはね、スタンズのノーマルなんで、可愛くないとは思うんですけど、ああ、落ちますね、多分これは。おお、うわ、シーラント全然乾きないですね。やっぱね、スタンズのノーマルの方はね、本当に乾きにくいっていう性能はね、ピカイチですね。うわ、でもなんか安心しましたね。シーラント効いてましたね、ちゃんと。これがね、レースシーラントならね、もう結構乾いちゃってるんですよね。うわ、あ、でもちょっと反対側が、ああ、でも落ちましたね。で、今、リムテープを、スタンズの純正を使ってます。で、結構ね、スタンズの純正のリムテープがすごくね、硬くて、頑丈なんですよね。で、エンビの純正が軽いんですけど、すごく薄くて、デリケートなんですよ。だから今みたいに、パチンってね、落とす、その、摩擦で、テープが破れちゃうんですよね。結構そのあたりもね、初め運用苦労したんですけど、このスタンズのね、ちょっと重いんですけど、頑丈な、リムテープに変えてからはね、トラブル本当なくなりましたね。まあ、だからリムテープはね、すごい大事です。さあ、ビード落ちましたけど、あとはね、外せるかっていうね、問題が。やっぱ硬いですね。硬いけど、外せるレベルの多分、硬さかな。あ、全然余裕。あ、こんなに楽やったっけ？入れるときね、すごい苦労したんですけど、外すときはね、一瞬でしたね。あー、なるほど。シーアントね、全然入ってますね。結構ちゃんとね、こういう風に、シーアントが残ってますね。このタイヤは、廃棄処分かな？はい。もうね、すごいカットしてるんで、捨てようと思います。はい、タイヤがね、無事に外れましたところで、あとはね、ちょっとホイールをきれいにしてからタイヤをインストールしようと思うんですけど、さすがにね、スタンズのリムテープ強いですね。本当にこう、ん？いや、ちょっと待ってくださいね。あー、ゴミか。ゴミでした。結構ね、エアプレッシャー、空気圧で、スポークホールにね、こうあって、リムテープがめり込んできて、で、切れてくる場合があるんですね。今その黒いタイヤのカスかなんかがね、乗っかってて、リムテープがね、切れてるんかなと思ったんですけど、まあまあ大丈夫そうですね。このまま張り替えなしで。リムテープのね、張り替え意外にめんどくさいんですよね。まっすぐ貼ったりとか、シワがね、ないように貼るのが難しくて、ただ僕のね、結論としては、結局ね、そのタイヤの空気圧で、リムテープがね、リムに圧着されるんで、そんなね、シリアスに真剣に貼らなくても、まあある程度ね、まっすぐ貼れば、あとはね、綺麗に空気圧で圧着されるんで、大丈夫かなっていうのがね、僕の結論です。そこまでね、神経質にやらなくても、リムテープはね、意外に大丈夫ですね。まあ、ほんとこれね、塩ビのリムテープであれば、結構ね、今回のタイヤみたいに、酵素がきついタイヤであれば、結構ね、外すだけでリムテープがダメージ受けて、張り替えになっちゃうんですよね。でしかもね、塩ビの純正リムテープ、すっごい高いんですよ。いくらだったかな？なんかね、ホイール1台分で、なんか1万円近いみたいな感じなんですよね。確かまあ、そのバルブステムと、
リムテープ2本で8000円、9000円、それぐらいするんで、まあ、僕ね、すごいその純正大好き男なんで、本当はね、塩ビの純正使いたいんですけど、ちょっとね、これに関しては、運用はね、あまりにも大変なんで、で今はね、こうやってスタンズを使ってます。はい、だいたいね、ホイールをきれいにしたところで、次はタイヤを取り付けしようと思うんですけど、まあ、一応ね、一晩、フォールディング状態から、こういう状態に、ね、戻して、タイヤの癖をね、取ってあるんですけど、そんなね、神経質にならなくても、そんなにね、癖は出ないんですね。で、アジリストは、回転方向がないので、バルブの位置だけ合わせれば大丈夫かな。で、このタイヤね、インストールする前に重さ測りましたけど、なんとね、交渉重量の270、ほぼジャストでしたね。で、もう一本の方がね、ほぼ、280近くて、まあ、270g 台後半だったんですけど、まあね、3% 前後ぐらいね、なんか誤差があるみたいですね。ちょっとね、計測してみたら、どうやら、プラスマイナス 5% 以上の場合は、製品不良ってことで、パナレーサーさんに言えばね、なんか交換してもらえるっぽいですよね。そういう方のね、ブログが出てきたんですけど。まあでもね、270ジャストなんで、優秀ですよね。こうやってね、リード片側今入りましたけど、全然入りますね。28よりもね、ちょっと有利気がしますね。これはね、こっちの反対側のビード入れるのね、苦労しそうな気配がすでにしてますね。こうやって、リードをね、入れずに、残しておいてここだけ。ここからね、ジャバッと、シーラントをね、入れようと思います。はい、これね、よく振れっていう風に書いてたんで、よく振りましょう。多分ね、つぶつぶが入っているんで、それがね、攪拌した状態で入れる方がいいと思うんで、こうやって存分に攪拌しましょう。はかりで測ろうと思います。なんやろ、この匂い。ね、アンモニア臭とかは全くなくて、本当に、石鹸みたいな匂いしますね。嫌いじゃないですね。おー、こういう感じか。こういう感じです。めっちゃピンクです。結構ね、ドロドロ系ですね。全然サラサラしてない。はい、こんな感じです。結構ね、ドロドロ系ですね。でもね、いい匂いしますよ、結構。では、こいつをね、タイヤに流し込むんですけど。まあ、シリンジを使ってね、バルブステムか入れる人もいますけど、まあ、めんどくさいんで。でもこれ、めっちゃ少ないです。入れるとね、こういう感じなんですね。ちょっと不安やな。不安ですけど、これでいこうと思います。いや、思ったよりね、30g 少ないですね。これ硬いな。硬いですね。はい。多分これ、ビードをね、きっちり落とし込んでいかないと、多分入らないですね。とりあえずね、ビードを、リムのセンターにね、乗せていきます。多分ね、そうしないと入らない感じがね、ひしひししますね。28の時よりもまだなんか入りそうな気はしますけどね。耐えれば必要かな。結構いいとこまでね、手で入りましたけど、やっぱ耐えればね、必要ですね。なんかこう、シーラントが結構ね、薄いピンク系なんですよね。まあ、だから、パンクしてもね、なんかパンクした場所が、わかりやすいっていうのがなんか売りらしいんですけど。あ、でも入りそうかな。よし、来た。来ましたね。よっ。シーラントがね、ちょっとリムサイドに出てきちゃってるのがね、タイヤレバーでエンビのステッカー、傷ついちゃった。悲しい。というわけで、ビードがね、落ちましたんで、次は、問題のね、ビード上げですけど。はい、ではね、空気を入れようと思うんですけど、さっきに紹介した、ボッシュの EG ポンプ、ちょっとね、改造しまして、普段使ってる空気入れからね、ポンプヘッドを外して、ひらめかしました。で、このポンプね、基本的にはアメリカンバルブなんですね。で、アメリカンバルブなんですけど、このハンドルにね、こうやってスライドして、口金を、ね、入れる部分があって、サッカーのボールとかね、入れたりするんですけど、いらないんで、もうフレンチバルブ専用にしようと思って、こうやってね、口金をこのフレンチ固定にしました。かっこいいですね。はい、それではね、運命のこのボッシュのイージーポンプで、チューブレスのね、ビートが上がるのかという比較ですけど、このね、ボッシュのイージーポンプ、
こういうポンプなんですけど、使い方はね、すごい簡単で、これがね、赤いのはメイン電源ですね。で、これを押すと、こうやってね、液晶がつきます。で、4、これね、バーですね。4気圧です。で、左右にね、プラスマイナスのボタンがあって、まあ、こうやって押すとね、設定空気圧が、変わります。で、まあね、4気圧になってます。で、こういうね、ユニットってボタンがあります。これを押すと、表示がね、PSI に、変わるんですね。で、とりあえずはね、そうですね、5気圧ぐらいも入れたらね、大丈夫ですかね。まあ、とりあえず、これを、P セットをね、5にしましたけど、さあ、上がりますかね。これね、結構音がうるさいんですよ。え？あ、上がってますね。すいません、やっぱり無理でした。まあそんなね、甘くないんで、いつも通りコントレーラーを使うと思います。結局こうなるんですね。さあ、ね、140PSI まで上がりましたけど、多分上がります。おお、めっちゃ簡単ですね。おお、今5気圧ですね。おお、5気圧。確かこれね、リムのマックス空気圧が、5.5 気圧なんで大丈夫ですね、5気圧は。上がりましたね。結構こうやってね、サイドにシーラントが出てきてますけど、一発で上がりましたね。いや、やっぱりね、内幅 25mm のフックレスには、30がね、ベストマッチング説はありますよね。いやー、これさっきね、タイヤレバーで気づいたこのデカールがすごい残念です。はい、後輪を取り付けしました。でね、後輪を取り付けて思ったんですけど、明らかにね、タイヤのボリューム感というか、そのむっちりしてる感じがね、28とは全然違いますね。ちょっとね、見てもらえますかね。むっちり感というか、ボリュームが出ましたね。で、以前はね、ほとんどリムとタイヤがね、つらい位置だったんですけど、今回ね、若干やっぱタイヤの方はね、太くなってるんですね。2ミリ全然大きいですね、違いとしては。で、参考までに、フロントなんですけど、全然違いますね。ちょっとこうやったらね、リムが、サイドがかすかに見えますけど、結構ね、リムとタイヤのね、サイドがつらい位置なんですよね、こうやって。だからね、2ミリね、全然違いますね。はい、運命の瞬間です。実測をね、測ろうと思うんですけど、以前はね、内幅25ミリのリムに、28C を入れて、だいたいね、29.567、ぐらいでした。で、僕の予想はね、単純にそこから2ミリ足して、31.678 ぐらいと思います。それでは測ります。もうこれね、測る前からね、明らかにこう、なんかむっちり感がね、すごいんですよね。31.5。31.5 ですね。まあ、だから、ほんとね、単純にほぼ2ミリ増えた感じですね。まあ、つまり今、現状ね、リアがね、31.5 ミリで、前が 29.7 ミリぐらいなんで、ちょうどね、いい前がね、ちょっと細いっていうね、サイズ感になったんで、次回、これで、行こうと思います。ちょっとね、そのボッシュの、このね、イージーポンプのインプレッションが若干ね、消化不良なんで、これはまた改めてね、なんかマウンテンバイクとか、ね、ロードバイクのね、空気を入れるときに、改めてインプレッションしようと思います。というわけで、次はね、実装編に続きますけど、今日の動画が良ければ、グッドボタン、登録、コメントもね、ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。